今度は、前回妊娠したところまでの話だったので、うん、妊娠から結婚までのお話です。まあ、妊娠から結婚するまでの間、まあ、実際にその妊娠5ヶ月で結婚したわけなんだけど、うん、この間、まあ、私はいわゆるそのシングルマザーになる可能性がねあったわけだから、まあ、多少ピリピリしてた部分はあって、であとは妊娠してるってことはやっぱりある程度お腹大きくなったらもう働けないっていうのがあったから、うん、そう、もうだからその心配がね、やっぱり経済的な心配がすごいあって、まあ、その前まで私の方で生活費を切り盛りしてたのを、まあ、だんだん家賃とかあとは生活費とかこの辺を少しずつサトシに負担してもらうようになってって、で、まあ、私がねあの仕事辞める頃にはもう全部サトシに出してもらうような形で、これもそれまでやっぱりそういうことをしてなかったから、だからサトシが嫌がってるんじゃないかっていうのは思っていて、人間不信みたいな部分があったじゃない、嫌いだよね、そう、ね、そうだからさ、だから結局同棲する時もなんか俺の方が損させられるみたいなさ、いやそういうなんか感じ、っていうような感じではないんだけどね、そうだから対等ぐらいがいいなと、そうだからこの辺で結局、うん、なんかだからこっちは対等にやってるつもりなのに足りないみたいなところでトラブったりとかそういうのあったから、できるだけその私の方で稼いだお金は貯金に回したくって、その赤ちゃんが生まれた時の、うん、であとはその赤ちゃん用品を買いたかった、うん、そうだからそれもあって、まあ、サトシに負担してもらうようにっていう形でだんだん移行していって、これは結構不安があったんだけど、うん、まあ、なんとかサトシもそんな、なんかそこについて結構言われるかと思ってたんだし、なんだそう言われると思ってたけど、割と言わないであのお金出してくれたから、まあ、ちょっとほっとして、コロなんかはもうあの家計簿みたいな感じでつけてて、サトシにお金を出してもらうからにはお金をどう使ってるかっていうのをすぐに分かるようにしておこうって思って、うん、簡易的な家計簿だけど、もう一月に使うのはいくらっていうふうにもう決めてたから、うん、そう、その時だから一月生活費2万とかにしてさ設定して、子供生まれてない時だからね、そんで家賃は家賃でかかるじゃない、そうだからそれをはみ出ないようにやりくりするっていう、だからおかず少なかったじゃん、うん、そうあのどうしてもねその食費が少ないから、その少ない食費で食い物にそんなこだわりないからね、うん、そうだからとにかくお金を使わない方向で、だからそれでやって、でまあお金もしなんか使いすぎじゃないとかそういうのがあったら見せられるようにってそのノートつけて、うん、とりあえずその一月2万でなんとかするっていう風にそれは約束事で決めて、でやって、でまあやりくりできなくなった時は相談してみたいな、ね、妊娠が分かるのって妊娠2ヶ月目 で、うん、でその時にあの、まあ、妊娠検査薬でまず分かって、うん、でその後に、まあ、病院に連絡したら何日以降に来てくださいみたいな、そうそうそう、だからそれ以降じゃないと、うん、そう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 、ね、だからその赤ちゃんの入ってる袋が、うん、それエコーで確認できないからって、小さすぎると確認できないから、うん、そう何日以降で来てくださいって、で予約取ってで病院に行って、で実際に妊娠が分かって、でもう妊娠が分かると同時ぐらいで本当にすぐつわり始まっちゃって、結局仕事とかも仕事行く電車で揺られてもう気持ち悪くて、うん、だからなんだろう、いつも乗る電車よりも1時間早く出たりとかして、で途中で休憩していったりとか、上から下からもすごかったもん、ね、いや本当にもうねダメだった、この妊娠2ヶ月3ヶ月がすっごい気持ち悪くて、俺もさなんか、ね、なんか帰ってきて耳が鳴りながら、うん、あ洗面器持ってなと、そう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 、誘ってもらったりとかね、なんか、サトシもハードだったのに申し訳なかったけど、ほんとこっちもなんか全然ダメだった。でもギリギリまで働かないとお金無理だしと思って。お金は別に何だっていいんだよ。だから、結構必死にその時の職場にしがみついて。いや、
まあ、妊娠3ヶ月ぐらいで、まあ、お互いの親に妊娠を報告して、そう、最初の1ヶ月は言わなかったんだよ。そう、まず流れちゃう心配も、ね、あったりするから、うん、初期の方はさ、あとは結婚の話とかもどうするかっていうのもあったし、まあ、自分たちで決めることなんだけどさ、うん、そう、ただ結婚するってなったら、一応両親の顔合わせぐらいはしなきゃいけないしとか、うん、全く何もしないわけにいかないしさ、うん、そう、だからそれで妊娠4ヶ月目で両親の顔合わせして、で顔合わせの方はね、サトシの両親の方でというよりもお母さんイメージにセットしてもらって、うん、ね、それでなんかお刺身の盛り合わせとかもなんかいろんなのが、そう、前菜前菜で、そうそう、でもいろんなのが出てたもん、うん、あ、コースだから、そうそう、そんでさ、なんかその各なんかこのこれ ちっちゃいなんかさ、お皿かなんかにさ、ちょん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 ってなんか、そう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 、うん、ってさ、あの変なゼリーみたいなさ、すごい簡単にね、そうそうそうね、あれです、なんか話した内容ないと思う、ね、そうなんだよね、特にね、うん、だからこれからよろしくお願いしますみたいな挨拶はちょっとして、他にね、もうあとはあとお父、うちのお父さんがすっごい喋りたがりだから、なんかやたらなんか飲んで気分よく話してた気がする、なんか向こうのほらだからサトシのお父さんにすごい絡んでた気がする、うん、下品だよね、本当だよね、なんかさ、なんかだからサトシの方のさ両親がさ、あの控えめにしてるのにさ、お父さんさもなんかずっと陽気にさ大声で喋っててさ、ここはね、うん、あの形式ばったところではね、そう、ちょっとさ控えめに、控えめなトーンが望ましいかなと、もうお父さんもずっともうどこ行ってもあの調子だからさ、でもとりあえず和やかにというか、うん、ね、なんとかで、あとは両親の顔合わせのとこの時とかは、まあ、4ヶ月である程度つわりも落ち着いて、うん、つわりがひどかったから顔合わせがちょっとできなかったのよね、多分、うん、2ヶ月3ヶ月の時もずっとつわりひどかったから、うん、この両親の顔合わせが終わって、うん、で安産祈願してで無事入籍しました。結婚もね、特になんか本当に書類書くだけ書いてそのまま出してね、おめでとうございますみたいな感じでね。安産期間は江ノ島だったよね。うん、そう、江ノ島行ってきた、うん、初めての子だったから。男の子か女の子かっていう診断のやつ、どっちが出たっけ、白か赤か。もうね、あ、そうだよ、それ確か女の子が出たんだと思うのよ、うん、どっけ。そう、それでさ、結局男、もう4ヶ月の時点で男の子だって分かってて、もう映ってたのよ。よく当たるってやつだよね。そうそうそう、外れたんだよ。そう、外れたの、外れたの。まあ、2分の1だからな、ね、当たるだと言ってきゃ。まあ、しょうがない。だから、安産期間も、そう、初めての子だったから、結構並んだよね。来たくて、あ、そう、すっごい並んだ。思ったより並んだ。ね。だから、つわりがまだ落ち着いてたからよかったけどさ、ああ、これやっぱり元気じゃないといけないや、と思って。でちょっとだけ海見たんだよね、うん、砂浜でね。そうだね、うん、もうその時にはさ結構私もゼーゼーしちゃってたから、さすがにあの、うん、すぐ帰ったけど、島の方まではそうだね、なんか行くまでは行けなかったっていう、うん、そうだね。だからその安産祈願が、うん、妊娠5ヶ月で行くものだからっていうんで行ってきて、その1週間後とかそのぐらいに席入れたんだと思う、うん、そう、それがだから30日10月のね、そう、特に何でもない日に、ハロウィンのハロウィンイブだよね、うん、まあ、多分お互いに休みだったんでしょうね、30日が平日でなおかつ休みで、だから行ったんだろうね、きっと、うん、平日じゃないとなんだもんね、確か、うん、だって平日じゃない場合はさ、そのまま投函、やってないよ、あ、夜間ポストに投函、そう、大丈夫なの、行けるの。だからどうしてもこの日に結婚したいってなったら、その日の日付で投函して、それでそのまま受理されるわけだから、投函したら。じゃあ1月1日とか。そう、だからあの結婚もそうだし離婚も確か両方ともポスト投函でできる、あの承認のところにちゃんと書いて自分たちの判子をしてあれば、書類に不備がなければそのまま受理されるはず。へ、というわけで、以上、結婚するところまでの、ね、お話でした。うん、はい。じゃあ、ご視聴ありがとうございました。バイバイ。